たちディープギークです。本日も白雪はお休みです。悲しいね悲しいね、ちょっと切ってもらおうか。そうしようかということで、はい、本日のお題は、早いよ早いよ、何でしょう。値上がりしてショックだったもの、ここだ値上がりしてショックだ。まあ今はね、物価が高騰しておりますので、大体、まあ、正直な話をしてしまうと全部ショック。まあね、そう、そりゃそう、全部ショック、食材も ね全部値上がりしてよかったものなんてない。はい、税金下げてくれ本当に税金を下げてくれ、下げてくれ、頼む、お願いだ。まあその中でも、はい、個人的にショックだったやつ、はい、でいうか、今日はお願いします、うん、私は、はい、電気かな。あ、電気絶対使うもんね。電気めっちゃ使うし、うん、で、なんか、なんならさ、自分夜起きてること多いじゃん。あ、そうか。夜使うんだけどさ、うん、まあ消せと親に怒られました、ね、ショックだな。値上げ、あの電気代高くなったから、電気代今月やばかったから電気こまめに消してって怒られた、この間。いや、それは確かにでかい。まあ、でもさ、テレビも見るし、うん、携帯とかもさ、充電するじゃん、夜にやっぱり、うん、だし、電気もつけてるじゃん。エアコンもそうだし、ね、そう、エアコンもさ、今寒いからさ、うん、つけとくじゃん、やっぱ、うん、そりゃ上がるよね、電気。おすすめはね、ストーブ使うといいよ。ストーブね。あ、でも灯油も上がってるわ。あ、終わった打ち手なし、ダメだいや、無理だ。布団かぶろう。布団は着込むしかない。着込もう。こうやって歩こう。そうしましょう。いや、電気はショック絶対使うからな。そう、生活に欠かせないものだからね、電気。今も使ってるしね。本当だよ。どんだけかかってんだろ、これ。ね。いや、ちょ、はい、じゃあ。はい。マック。マックつらいね。つらい。マックつらい。うん。いや、本当につらい。マックはつらい、確かに。え、何が驚きってさ、100円マックがなくなったの。あ、そっか、確かに。え、そう、ソフトクリームとかも上がったの。上がってる、上がってる、上がってる。いや、100円で食べられるものがなくなったの。やばくない？やばいよね。やばくない？普通にやばくない？え、そうだよね、うん。え、だからさ、ランチとか、あんまりわかんないんだけど、チョイマックとかってあったじゃん。あったね。あとなんか、ランチで500円で食べられるもの、うん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 。あれとかも全部上がってるから、かなり、うん、きついよね。まあ自分たちね、練習前とかにも結構、ね、よく買いに行くからね。そう、マックに行くっていう手段がちょっと減ったっていうかね、うんうん、そうだよね、うん、だってさ、ポテ投げとかさ、めっちゃ安かったのにさ、うん、そうしょっちゅう買ったね。そう、ポケ投げ、ポケ投げポケットからナゲット違うのよポテ投げとかね、うん、そう、上がったからね。いや、ポテト辛いね。と辛いよ。なんか昔とかはさ、あのエルポテ 100円とか。あ、やってたけどね。やってたじゃん。そう、最近なくなったからね。ね、多分もうやらないんだろうね。そう、辛いね。って感じから、まあ値段が上がるのは仕方ないけどさ、上がっていいことってないよね。その分上げてもらえればね。ね。こちらもね、文句はないんですけど。そう、お給料を。ということで、皆さんが思う、はい、上がって嫌なこと、はい、なんだ、悲しかったこと、そう、悲しかったことか、辛い、大変みたいなこと、そう、共感していただけたら、うん、コメントとかにお願いします。ついにかわいそうだなって思う方は助けてください。それだ、助けてください。助けてください。はい、はい、そんな感じで、はい、そんな感じでチャンネル登録、グッドボタン、ブルーマークお願いします。お願いします。以上、私たち、ディープギークでした。よろしくお願いします。よろしくお願いします。